久保さん。僕も山本太郎さんに一票これ入れんとあかんかなと思ってたんですけど、思ってたけども多分動かないかもしれないですね。<laughs> 思ってもやらないみたいなね。<laughs> 思うけどもやらない。そうは思うけどみたいなね。<laughs> ま、基本的にすいません。僕の場合は、あの、日本諦めてるというか、まあ、ちょっと無責任ですけど。うん。まあ、はっきり言いますけど。はっきり言うし、無責任で本当に申し訳ないですけど、 日本離れてもいいなと思ってるし、<laughs> 日本に愛着がもうないんですよね。すみません。すみません。日本がどうのこうの、日本が、もしダメだったら、う違うところ行きます。<laughs> 国を変えます。うん。まあ僕はもうなんか、うん、なんですかねお、お前だからでしょって言われればその通りなんですけど、パソコンあればどこでも仕事できますので、国選ばないんですよね。 だね、昔海外に行こうかなと思ってましたけどね。うん。だからまあ選挙はね多分、まあ久保さんも言っていただきましたけど、強制するものじゃないと思うんで、自分が行くかどうかじゃないですか。でも少なくても選挙とか政治に興味なかったけど、山本太郎さんには興味は持ったし、頑張ってほしいなと思うけども、うん、なんですかね、選挙にじゃあそこまで投票を入れるかっていうまで、 うわ難しいですねままだまだ、まあ、これからまた考え方変わるかもしれないですけど年取って、もっと年取ってね。うん。ただ、今、今の、今の状況からだと、まだ選挙に行きたいなとは思わないですね。うん。そう。でも、山本太郎さんは、あの、いいなとは思いますね。話聞いてて、うん、頑張ってくれてるな、みたいな。うん。 だからまあ僕が山本太郎さんに票を入れた方がいいと思う、まあ、僕はまだあれですけども、うん、やっぱ自分で選べない人ですね選べない人は選ん,でく選んでもらえる人は選ばない選べない人は、うん、じ選んでくれる人道筋を立ててくれる人を選ばないといけないんでそれは選んでくださいって話なんですよで僕は別に自分で道筋立てられるんで今 うん、そのだからね今その日本の政治の問題を話してるわけじゃないですかで別にその日本にいなくても僕はいいので <laughs> うんまあ日本は好きですけどね平和だし安全だし、うん、ただそれは今のところで、まあ、今後どうなるかわからないですしね戦争するかもしれないし日本もまたうんねまああのなんか作ってるんですよね軍なんか なんかミサイルとかななななんかなんか聞いたような気がするんですけどあれも戦争もビジネスにじゃビジネスですからねうんだからまあ山本太郎さんに1票を入れた方がいい人はやっぱ自分でその道筋を立てられない人ですよねうんは入れた方がいいと思いますけどねまあこれも強制じゃないんで己の判断ですけど 僕はなんか自分で自分の人生を切り開くというか、そういう時代になったんでね、昔はテクノロジーがなかった時はできなかったことが今できるので、うん、僕はそれを使います。昔できなかったことは今できます。テクノロジーが発達したことによって。だからそれを使うと。うん。だから日本に守ってもらいたいと思,思,思ってないですよね。 でもそれは僕の意見だし、僕の考え方だし、日本に守ってもらわないといけない人たちもいるわけですから。うん。だから、それは政治家を選ぶしかないですよね。うん。僕は政治家を選ばなくても、日本の政治家を選ばなくても、他の国で生きてはいけるのでい、生きていこうと思えばね。いや、だから、久保さんも別に日本から離れてもいけるでしょ。海外でもいけません多分やること一緒なんて。 カメラに向かって喋るって言うね <laughs>、やること変わんないんでね <laughs>。うん。うん。ただまあ今は選べるんで、自分で道も切り開けるんで、でも切,ら切り開けない人も事実でいるわけですから。であるならば選ぶしかないですね。うん。はい、ただまあ今の考え方、僕は今40歳ですけども、この40歳ですけど、もうちょっと年取ったら、 もっと政治に関心を持ってね、えー、その前のめになって選挙行くっていうこともするかもしれないですけど、でも、うん、なんですかね、強制ではないですよね。強制だったら行かないとダメですけど、強制、選挙って強制なのかな行かないと罰則あります選挙。強制。選挙は強、選挙は、選挙は強制。 選挙投票は投票は強制なのうん多分強制じゃないですよね まあ強制投票になったら行きますよ。それは強制なんで。うん。すみません。ちょっと僕も今調べてる段階なんで。多分罰則はないですよね。なんかその懲役、選挙に一票入れなかったら、その懲役刑になるとか、多分ないですよね、うん。もしその懲役刑になってるんだったら40%ぐらいのかがもう刑務所入ってますよね。うん。まあ自分の判断だと思います、これは。 そんな感じです、ね、まあ考え方は変わるかもしれないです。年取ったらもっと、うん。今現状としては、すいません。山本太郎さん、だからその山本太郎さんいいんじゃないかっていうのは動画では言えるけども、自分はどうなのかっていう、自分は正直すいませんっていう話ですね。<laughs> でも興味はありますよ。興味あるし、山政治に興味ないけど、山本太郎さんのトーク、トークスクリプト、人,を人の体衆人の気持ちを巻き込んでいく、えー、パフォーマンス、喋り方、伝え方。 わかりやすさ。そこにはすごく、すみません、ビジネス的な観点で見ちゃう部分もあるんですけど、すごいなと思いますね。で、なおかつ、そのトークスクリプトがすごかったとしても、やっぱり情熱ないとできないんですよ。ね、その、さっきも見てましたけど、なんかその、そう広島、広島ですよ。広島のやつ見てたんですけど、なんかその広島で、その、話か話す会だったかな。やジ言う人がいて、そう。 大変だな、みたいな <laughs>。で、広島でやると、その人がまた来たらしいんですよね。前も来たし、で、また、なんかその、殴り込みというか、邪魔しに来たみたいな。なんかよくわかんない <laughs>。本当によくわかんないこと言ってるんですけど、そこに対して対応する。まあ、それに限らず多分、いろいろなね、現場でこう、話してると、いろんな人がこう、やじ言うじゃないですか。あれ、メンタルないと続けられない、できないですよ。 なあ、それすごいなっていうト、トークもそうだし、それを言い続けられるパワーですよね。うん、ヤジが飛んでも避難浴びても、それを訴え続けられるっていうパワーはほんとすごいなと思いますね。うん。はい。いってらっしゃい。